よし、やっか。今日もじゃあちょっと飯かめつけるか。はい、よいしょ。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで今日も調理しながら、一応こうカメラね用意してますんで、もうね、はい、飯かめつけながらやっていきたいと思います。でまずここに豚バラ肉たっぷりと、はい、引いております。油は引いてません。豚バラから油出ますの で今日は賞味期限が2週間切れたこちらのマルちゃん焼きそば太み、極み太うまこく塩だれ味を使って、最近見つけた美味しい食べ方をしたいと思います。まあ、ちょっと前に動画でもや、動画というか飲み動画ではやったんですけどね、うん、いやこのカメラ良かったんかな。昨日の、まあ、札幌一番が良かったんかな。札幌一番が良かったんですけど、うん、結構再生してもらったんで、じゃあ今日も味を締めてやろうかななんてね思ってるんです。はい、まあ長いですよ、それとか調理入っから、うん、調理入っちゃうから長くはなってる。まあ、ジンジャーエールでも飲みながら待ちますか。でこれ豚バラね、あ、そうそう、豚バラなんですけど、その前に玉ねぎ、新玉ね、まあ、普通の玉ねぎでもいいです。野菜を引いちゃいましょう。玉ねぎと、キャベツ、はい、こうね、はい、何も下味つけてません。もうそのまま焼いてます。塩コショウも何もしていない、はい、そういう状態です。はい、オッケー。ジンジャーエール飲みますわ。きめ。カメラに大丈夫かな。これぐらいにしようか、もしかもね。はい、で色がもちろん変わっていくじゃないですか、こうね、豚バラ肉、これを待ちましょう。はい、いいですね。もうこれいらんわ、取ってはいらない。うん、で全体的にこの豚バラからの脂が出たり色が変わってきたら、焼肉のタレ、はい、これぐらいかな。ちょっと多かったかな。まあいいか。今日腹ペコなんで。今日お米がなかったの、炊いてなかったんで。で、これちょっと蒸しますか。このままね。はい。まあ、時間、所要時間としては約10分ぐらいかかるかもしれません。ね。うん。でね、これ。麺用意してるんですけど、これここに袋開けてパッと入れて水入れてほぐすんですけど、それするとこれね、多分これ茹でてみたら分かると思うんですよ。こういう生麺のやつ、一旦下茹で、油めっちゃ出ますから、謎油がいっぱい出ますんで、一回僕はお湯通してほぐした方がいいんじゃないかなって常々思ってます。はい、でポイントとしてはやっぱ新玉とかに、キャベツはもうそこそこでいいんですけど、新玉にそれなりに味が染み込んでくれないと嫌なの。カットとかないからさカットしたらいいんやけど、カットあんまするつもりないから、もうちょっと時間かけたいところなんやけど、あ、だけどいいかな、ちょっと薄めに切ったから、うん、こういう感じね。肉はケチらず、牛肉でもいいです。できれば、理想としては焼肉のタレがついてる、あの、牛肉あるじゃないですか。焼肉用のタレのついたやつ。あれだと美味しい。カルビとかでももしかしたら美味しいかもしれん。うん。なら、こちら味がついたら、麺。今日は2玉。もういっちゃいます。はい。うん。
で、これでさらに蒸しましょう。時間がかかるよ。もうすでに6分やって、6分ぐらいやってるのか。ちょっとカット入れますか。もうちょっとこれ時間かけたいんで、カット。お米ないんで、シャリ雑炊ってます。シャリ雑うまいわ。まあ、亀田製菓のシャリ雑は、裏切らんわ。うまい。うん。あれから2分ほど経ちました。よし、これぐらいで混ぜようか。全体がしっとりと蒸されてるんで、ちょっと火力上げようかな。火力。あ、ここに来て切れた。タンクが切れた。タンク変えよう。ファイルダーオン。よし、混ぜます。で、ここで焼肉のタレを麺に染み込ませるんですけど、この染み込ませ状態になったら、塩ダレをここで投入。豚玉分入れっかな、味濃いかな。残してもしゃあないしな、タレなんか。まあ、とりあえず一玉分入れますわ。あのね、塩だれ、あのこの焼きそばの塩だれね、のやつのと焼肉のタレとの相性は結構いいんですよ。この間気づいたけど、焼肉のタレだけだとしつこく甘だるいし、だけど塩だれ入れることによって、塩だれってやっぱあっさりしてるからね、まあ、それが良き人は良きでいいんですけど、この塩だれが混ざることでお互いのいいところ、まろやかにこってりみたいな、こっさりみたいなんですね、うん、いわゆる天一というこっさり、こってりとあっさりの間、こっさりが仕上がります。ちょっと味見てみよう。ほら、うん、じゃあ、ついてもいいかな。うん、あの焼肉のタレ味がちょっと少ないめぐらいの方がいいと思う。理想としてはね。塩焼きそばに焼肉のタレの風味がちょっとついてる。だから最初ちょっと入れすぎたかなと思ったけどね。また玉ねぎとかには焼肉のタレの味がしっかり染み込んでるのがうまいんで、うん、どうですか、うまそうじゃない。うん、香りもね、そんなにコテコテの香りじゃない。よし、 OK かな。あとこのままもうちょっと蒸します。まあ1分ぐらい、はい、蒸しましょう。で、薬味はネギ、まあ、天かすもあれば天かす入れてもいいけど、これは今日はちょっと天かす入れません。あと唐辛子、この2つでいいと思う、うん、さあ、美味しくできるのか、できたのか。焼肉のタレと塩だれ、合うと思いますよ。あの前やったやつは美味しかったから。なんかね、僕前にね、この焼きそばのこれ半玉残ってたんです、まあ、2袋買ってて、 1袋の半分が残ってたんですよ。で、焼肉タレ付きの焼肉、牛肉で鍋、あの焼肉したんやけど、そこに焼きそば入れたかったんやけど、まあ、もったいないし塩だれも入れとくかって入れたんですよ。それがね、すごい美味しかった、まあ、酒に合う味かもしれんけどね。うん、ですので、焼肉のタレでやるのはぶっちゃけ今回初めてですけど、絶対うまいと思う。絶対うまい。このね、この水滴がね、ポタポタしてることによってね、なんかね、しっとり蒸らされ、麺もなんかもっちりしそうな気がする。気がする。焼きそばはね、
やっぱちょっとね、蒸らし気味の方が、ね、美味しい。で、こっからこの汁気が飛んでいくといいんですよ。あ、もう蓋はいらない。あとはこの水分が飛んでいくのを、飛んでいきながら食べていく。ネギ、絶対うまいよ。唐辛子、まあ、この辺はお好みで、マヨとかは多分いらないと思います。というわけでできました。こんな感じです。いかがでしょうか。塩だれ焼肉焼きそばでございます。焼肉塩だれ焼きそばでございます。ちょっとね、ぐつぐつうるさいかもしれんから一回止めます。というわけでようやく食べれます。10分以上やってたら。いただきます。肉はね、絶対消しないんですよ。多めに入れた方が美味しい。肉はね、多めの方が。あ、うまい。やっぱり塩だれと焼肉のタレ合うわ。うん、塩だれでは物足りない。焼きそばほどコテコテソース臭くなくてもいい。ソースコテコテじゃなくてもいい。そんな時に塩だれ焼きそばに焼肉のタレ2個多め。これほんまうまいわ。うん、ほんまこれやっか。できるだけ太麺ね。太麺がいいと思う。うまいから、ほんとうまい。あの玉ねぎは絶対入れてほしいな。キャベツはなくてもいいけど。で、これは豚よりも牛の方が美味しいと思うけど、まあ今日豚しかなかったから。うん、あ、めっちゃうまい。これ普通の焼きそばより好きかもしれん。うん、焼きそばの、あ、焼きそばじゃん。今日はモランボンの焼肉のタレね、これ使ったけど、別に焼肉のタレは何でもいいと思います。はい、この塩だれ焼きそばの、焼肉のタレなくなほしいわ。このうまさ共有してほしいわ。多分マルちゃんの普通の塩焼きそばでもいけるのかな。粉のやつやったらどうなんやろな。粉の塩焼きそばのソースがね、あの独特な、あんまし味わったことないような焼きそばやと思うよ。油そばとかそっちの方に近いかな。そうでもないか。でも絶品ですから、ほんと絶品。よくぞ俺も偶然あの時入れたな。もう大して味変わんねえだろうなと思って入れたんやけどね、よくなったもんな。うん、それこそホルモン焼きとかね、ホルモンしたとかね、うん、タレのね、ホットプレートとか、塩焼きそばで入れた方が美味しいかもしれない。うん、ちなみに僕は絶対マヨ入れない方が美味しいと思う。基本的に焼きそばにはマヨかけんやけど、これはかけずとて、うん、うまいっす。
あとね、焼肉のタレ入れることによって麺にね、照りが出るんですよ。テリンテリン、ツヤテリンみたいな。これがね、美味しさ倍増してる。これはこの間酒動画やった時にね、絶対これ普通に作ってやってみようと思ったのよ。で、その時思ってたのは、その時食った牛肉切り落としの焼肉用のタレがついたやつ、それ買ってきてからやろうか思ったんやけど、身近じゃないでしょ、そうなってくるとね。その肉じゃないとできへんから、ね、これやったらできっしょ、焼肉のタレと塩だれ焼きそば。この塩だれ、このまるちゃんの塩だれ焼きそばのタレが美味しいだけやったらちょっとごめん、それは、うん、俺は他試してないから分からんけど、だけどこのまるちゃんの焼きそばが売ってたらできるよね、少なくともね。マジうめえ、ほんとこの焼肉のタレに染み込んだ玉ねぎとかも、これ甘め、甘いのにさらに甘いみたいな、大甘みたいな、まるでうちのいとこんとこの娘のようだ、甘い。仕事就職して1ヶ月以内に辞めて、それで怒られるのが嫌で、車でうちの駐車場止めてた話したんです、前ね。うちの駐車場に何か知らん謎の車が1台止まってると。それはね、いとこんとこの娘になってるんですよ。就職して1ヶ月も経たんうちに辞めて逃亡したと。大学行ってたところの友達のところに逃亡したと。だけど俺んちに車止めてる時点でもバレてるからね、やっぱね。甘い、甘いよ。嫌で家でやめて家まで飛び出したっていう。1ヶ月じゃ何も分からん気がすっけどな。2番目なんて1回専門学校卒業して就職してすぐ辞めて、違うことやりたい言って、専門学校まだ違うとこ行って、でそこ卒業して今就職もなく工場で働いてんやけど、3ヶ月の研修期間終わったら辞める言うてもね。甘々やったからね、育て方が多分、それぐらいこの玉ねぎは甘い、ああ今日曲がった。お好みで最初にニンニク入れてもいいかもしれません。今日はちょっと私入れませんでした、てかなかったんで入れませんでした。スライスニンニクはね、刻みニンニクやったという、まあちょっとここはやらなかった。というわけで、絶品おすすめ、焼肉のタレ塩だれ焼きそばでございました。美味しゅうございました。というわけで、まあ、もしこちらのまるちゃんの
焼きそばが半額の時でも見つけられましたらご購入して焼きそばの、焼肉のタレでやってみてください。というわけでごちそうさまでした。暑いです。